あら、大量ですね。いい釣り場が見つかったんですか？これは、夢か。マリアンの手柄だ。やはり、才能がある。すぐにコツをつかんでいたよ。では、久しぶりに焚き火をしましょうか。危険がありますから、控えめに。グレン、魚をさばいてもらえますか？料理は私がします。では、私は食べる準備をしよう。とりあえず、顔を洗ってきてはどうですか？よだれが顎まで垂れてますよ。問題ない。では、ジャマーの設置をお願いできますか？わかった。戻ってくる前に食べる気か。スノーホワイトが戻るまで待っていますから、安心してください。信じるぞ。マリアンは、あそこで座るか、横になって休んでいてください。あれ？お布団。近くに民家があったので、助かりました。アークにいた時ほどではないですが、少しは心地いいでしょう。さあ、どうぞ。どんどん手際が良くなるな。成長は嬉しいことです。塩がないのは惜しいですね。マリア、大丈夫ですか？居心地は悪くありませんか？はい。焼けるまで少しかかるので休んでいてください。焼けたら起こしますから。休んでください。私たちがお守りします。寝つくのも早いの。それだけ大変だったのでしょうね。哀れな運命が。これから、ますます辛くなる。ええ。人類の側に立つヘレティック。そう言葉にするだけでも、得意な存在ですから。きっと厳しい道のりになるでしょう。何をしてやれるかね、私たちは。一人でも耐えていける力。それを持たせましょう。これから二週間のうちに、できる限りのことを教えなければなりません。いつか一人になる日が来ると思っているのかい？その日は必ず来るでしょう。そしてその時、彼女がどちらに立っているか、私は確信が持てずにいます。あの方がいる限り、最悪の状況にはならないと思いますが、気がかりなこともありますから。そうか。私も同じ考えだ。スノーホワイトはどうだろうね。もう教え始めていますよ。彼女なりの方法で。心配はいりません。そうか。食べたか？スノーホワイト、静かにしてください。もう食べ始めたのか？いいえ、まだです。まだ火が通っていません。食べられるなら問題ない。美味しくないのは問題でしょ？いや、問題ない。あと少し待ってください。わかった。